で皆さん見てほしいんです。とにかくね、なんかまだね新しくリオープンしたばっかりなのか、おしゃれで綺麗で広いです。でその様子を動画で見てもらいたいと思います。いつオープンしたんですか？2月17日、今年の。今年です。はい。だからもう1ヶ月経ってないぐらいなんで、まだ私たちも商品も全部なくて、まだまだ待ってる状態なんですけど、結構パタロカとかこっち限定のものはずっと前、最近ここ引っ越してくる前のと同じぐらいの量があるんですけど。ちなみにここの限定で。はい、特に人気だったらいい日本人の方が人気の商品、何がありますかね。例えばですね、なんか T シャツとかだと、なんか白系の、あ、白系の T シャツね。T シャツとか結構人気ありますね。白系のパターロハって書いてある、ボトルとか、あ、ボトル、さっきウォーターボトルありました。はい、ああいうのとか、結構トートバッグ、あ、手遠く取りましたね。どのぐらい値段が安いんですか？例えば、日本で2万円のものがこっちでは150ドル。ああ、じゃあ3分の、半分ぐらい、3分の1ぐらいは安いんですね。ちなみに、ハレイワにもパタゴニアがあると思うんですけど、はい、ハレイワとこのホノルルはなんか違いは何かあるんですか？ハレイワだとハレイワしか買えないものとか、ホノルルだとホノルルしか買えないものとかあるって聞いた、そうなんですか？そうですね、例えばトートバッグとかに、はい、下にホノルルじゃなくてハレイワって書いてあったら、そのぐらいの違いなんですけど、 あとちょっと並べてる商品が違ったりとか。あるんですね。じゃあハレイワって書いてあるのはホノルルじゃ買えなくて、ハレイワに買えないって感じですね。なんですけど、うん、もし私たちに行ってくだされば、普通にそうか、最初に事前に言えばね、わかりました。日本人が今取れなくていないと思うんですけど、ほとんど。そうですね。たまに見ます？時々こっちに住んでらっしゃる方が、そうでしたか、そういうのね。時々来たりしますね。来てくれて、最近は、はい、以上ね、パタゴニアに来てみました。皆さんどうだったでしょうか、ね、店員さんも言ってたんですけども、日本人の方にどんどんね、ハワイに来てほしいと言ってます。アメリカ人の、ね、観光客は結構来られてるみたいなんですけども、ね、日本人の人もどんどん来てほしいって、言ってましたので、皆さんぜひハワイに来たら来てみてください。ハワイハワイツアーでもね、行けますので、皆さんお待ちしてます。で、ハワイハワイツアーではアメブロとツイッター、インスタグラムもやってます。アメブロはね、調子いい時はハワイのベストランキングでベスト4にも入ります。結構ね、順位が上がってます。ブログもコロナのこと書いてますので見てみてください。で、よかったら、皆さんフォロー、チャンネル登録忘れずにしていただけたら嬉しいです。じゃあ、皆さんまた、マローハ。
カワイハワイツアーでは Facebook、Instagram、Twitter、アメブロをやっていますのでフォローをお願いいたします。詳細は下記のリンクから飛んでください。以上、カワイハワイツアーでした。